おはよう、新庄くんだよ。今回はエルデンリングのボス、新規の二人の倒し方を紹介するよ。このボスは、竜の聖堂、緑狼って場所の、崩れゆく、ファルム、アズラって祝福の近くにいるんだけど、2体のボスを同時に相手にしなきゃいけなくて、かなり苦戦するよ。ソウルシリーズ名物の2体ボスだよ。新庄くんもさすがに苦労したよ。それじゃあ早速紹介するよ。まずこの新規の二人は太い方と細い方がいるけど、全体のボスの体力ゲージは一つだけ。片方を倒してももう片方が復活させてくるんだけど、倒したら倒した分だけ全体の体力も減っていくから、どっちか片方だけに集中して倒し続ければ自動的にもう片方も倒せるよ。新庄くんのおすすめは細い方のボスから先に倒す方法だよ。太い方から先に倒してもいいんだけど、太い方のボスの第2形態が結構めんどくさいから、新庄くんは太い方はほぼノータッチで細い方から先に倒したよ。細い方は攻撃がシンプルで、第2形態の攻撃もそんなに激しくないから、攻撃できるポイントを覚えたら楽にダメージを入れれるよ。ただ攻撃したくてももう片方のボスが邪魔してくるから、そんな時はマップ内にあるこの柱をうまく使ってボスを分断させながら戦うよ。この柱はすごく便利で、プレイヤーが回復薬を使おうとするとボスが弾を投げて邪魔してくるんだけど、こんな感じで柱の陰に隠れて回復するといいよ。安心と信頼の柱だよ。あとは霊体を使ってボスのターゲットを霊体ちゃんに向けさせるのもおすすめだよ。ここでも民兵スケルトンが大活躍するよ。それじゃあボスの攻撃パターンを解説するね。まず細い方のボスから、第1形態は、飛びかかって攻撃。連続で切りかかり。手から弾を撃ってくる。武器を突き、攻撃してそこから引っ張り攻撃。武器のお尻でついてくる。武器をぐるぐる回転させて、接近してくる。第1形態はこんな感じかな？攻撃が入るポイントとしては、攻撃が終わった瞬間に入れてすぐ離れるヒット&アウェイが基本になるよ。相手が攻撃の構えに入ったらすぐ離れて、攻撃モーションが終わると同時に近づいて一撃、その後すぐにローリングで距離を取って2発目を回避するよ。弾を撃ってくるパターンは、弾を全然回避で攻撃が入るよ。次は第2形態、体力が半分になるとボスが爆発するから、それが第2形態の合図だよ。第2形態になると攻撃パターンが増えるよ。体を伸ばして武器を回転させながら接近。体を伸ばして周囲を円状に2回攻撃。体を伸ばして叩きつける攻撃。周囲に竜巻を発生させる範囲攻撃。攻撃が入るポイントとしては、体を伸ばして武器を回転させながら接近してくるパターンは、回転攻撃を全点で回避すると本体に何回か攻撃が入るよ。体を伸ばして武器を叩きつける攻撃も回避した後に攻撃が何回か入るよ。周囲に竜巻を発生させる範囲攻撃は、ボスの近くにいると多段攻撃が来て大ダメージをもらっちゃうから、このモーションが見えたら急いでボスから離れてね。細い方のボスは大体こんな感じだよ。次は太い方のボスなんだけど、新庄くん正直こっちはほぼスルーしてたから、あんまり攻撃パターンがわからないよ。でもわかる範囲で説明すると、第1形態は武器で突き攻撃。連続突きした後にリーチの長い突き攻撃。手から弾を出してくる。第1形態はこんな感じかな。第2形態になると、体を大きくしてゴロゴロ転がる攻撃をしてくるよ。この攻撃を避けるの大変だから、太い方のボスはスルーでいいよ。ソウルスルーだよ。全体の体力が半分以下になったら、柱も壊してくるから、どんどん逃げ場がなくなっていくよ。立ち止まる時間を減らして、一気に肩をつけようね、攻略の方法としてはこんな感じかな。新規の二人を倒すと、弾石の鈴玉4と旋回黒煙の渦がゲットできるよ。もしかすると紹介できてない攻撃パターンもあるかもしれないから、気づいた視聴者ちゃんはコメント欄にコメントしてくれたら嬉しいよ。最後に新庄くんが新規の二人を倒す流れを乗せておくよ。
ちょっと長いから早く見たい視聴者ちゃんは倍速で見てね、ね。ここで今更自己紹介。新庄くんは高知県須崎市のマスコットキャラクターをやってるよ。ゲームが趣味でこうやっていろんなゲームの動画をアップしてるから面白いと思ったり、ためになったと思ったら動画にグッドボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくね、ね。コメントでアドバイスも待ってるよ。それじゃあ新庄くんでした。